こんにちは。ブルクロチャンネルへようこそ。今回は私の拙い経験からお得なクルーズ旅の探し方をご紹介させてください。まずクルーズ船の旅ってものすごく高いイメージがありませんか？私も初めて行くまではそのように考えていました。しかし価格を調べてみたところ、おや、ショートクルーズであれば私でもなんとか行けるかもとなりました。それが生まれて初めてのクルーズ船での旅行となりました。 1. まずは一度クルーズ旅に行ってみよう。お得なプランに出会えるかも。 HIS のクルーズプラネットから申し込んだ神戸発横浜着のダイヤモンドプリンセス6日間韓国チェジュ島の旅。価格は内側 44,650円からとかなりリーズナブルでした。初めてだったので窓はあった方が良いだろうと考え、海側のお部屋 66,500円を申し込みました。それでもオールインクルーシブで1泊1万円台と考えればお得です。そして初めてのクルーズ旅を経験した我々はすっかりクルーズ旅の虜となってしまいます。その時はまたいつか行けたらいいなといった感じだったのですが、すぐにその機会はやってきました。なんと船内のフューチャークルーズデスクでの予約限定で 50% 割引キャンペーンが行われたのです。最も安いもので韓国8日間で 36,000円からと就航10周年記念の大盤振る舞い企画でした。我々は先の予定もわからぬまま行ったことがない台湾キールンへの旅9日間を申し込みました。2回目となるのでタイプの違う最安値の内側 41,000円プランにしました。これ以来内側で十分と感じるようになりました。この時に担当してくださったスタッフさんから、申し込みはどの旅行会社からしていただいても構いませんと言われたことで、公式窓口以外にも様々なクルーズ専門の旅行会社があることを知ります。ビュート、ベストワンクルーズ、ユタカクラブ等。2. 旅行代理店の無料会員に登録する。その後、我々は違うクルーズ船にも乗ってみたいと思い、取り扱う船やプランが異なる他の旅行代理店の会員にもなりました。会員になると直前割でかなりお得な情報がメールやハガキで送られてくることがあります。かなりお得なわけ、申し込みと同時に取り消し料が発生することが多いのでご注意ください。また同じ日程のツアーでも特典やサービスの違い、手数料、プロモーション等の契約条件等により代理店により価格が異なる場合があります。ぜひ旅行会社の規模や条件を比較して自分に合ったプランを選んでください。これで見つけたのが上海東京の片道クルーズ4万円でした。上海発の訪日中国人向けのプランでしたが、3万円台から MSC ベリッシマ3泊4日のプランがありました。 3. Google ディスカバーを活用する。そしてお得なクルーズ情報を素早く見つけるのに適しているのが Google ディスカバーです。 Google の検索窓の下に出てくるニュースやブログ記事等のウェブコンテンツを検索なしで表示するサービスです。これは個人の検索履歴やデバイス情報のデータを元にして興味関心のあるウェブコンテンツが表示されるので、普段の検索ワードでクルーズ関連を調べていれば自然とお得な情報も表示されるようになります。また Google アカウント設定の興味や関心や Google ディスカバーの設定画面で興味のあるトピックを選び、表示されるコンテンツをカスタマイズすることも可能です。ここでクルーズに関連するワードなどを設定しておけば、いち早くお得なクルーズ情報が表示されます。これで見つけたのが2万円のコスタセレーナの福岡、釜山の旅でした。クルーズ旅行と聞くと高価で敷居が高いイメージを持つ方も多いかもしれませんが、実はショートクルーズなら一般の方でも手軽に楽しむことができます。皆さんもぜひクルーズの旅を体験してみてくださいね。